平野翔さんも、一瞬で虜になったナンバーアンダーライン愛待望の初アルバム、ノーイチがついにリリース。9月24日、音楽シーンに新たな歴史を刻む彼らの魅力を徹底解剖。9月24日の朝、テレビをつけた瞬間、思わず胸が高鳴る。長い間、期待されてきたナンバーアンダーライン愛の初のフルアルバム、ノーイチがついにリリースされた。このニュースを耳にするだけで、 多くのファンは興奮を隠せない特にリード曲 INZM の発表はまさに衝撃的な出来事だった。その一瞬で音楽界に新たな風を吹き込むかのような印象を残した。この楽曲はただの音楽ではなく背後にあるストーリーやメッセージがファンの心をつかんで話さないものだ。だがそもそも INZM とは何を意味しているのかその真意に迫るために深く考察してみよう。 INZM という言葉自体が象徴的であり、抽象的な印象を持たせる。そのため、多くのリスナーがこの言葉の背後にあるメッセージを解釈しようとしている。実際、この曲の歌詞には、様々な感情やテーマが織り交ぜられている。孤独、希望、挑戦、そして内なる葛藤が混ざり合い、聴く者に深い共感を与える。それは単なる楽曲ではなく、 人生そのものを表現しているように感じられる。平野翔さんが INZM に触れた際に、一瞬でその魅力に虜になったというエピソードも、まさにその楽曲の持つ力強さを物語っている。彼が何に惹かれたのか、それを想像すること自体が楽しいプロセスだ。平野さんが一瞬で虜になったものとは一体何なのか。彼自身が公に語ったわけではないため、 ファンの間では様々な憶測が飛び交っている。もしかすると、その瞬間に彼が感じた感情や視覚的なインパクトが強烈だったのかもしれない。あるいは、彼の中で何かが開花するような感覚を得たのではないか。こうした疑問を抱きながら、私たちは次なる手がかりを探るために曲そのものに耳を傾ける。INZM の音楽そのものが持つ独特なリズムとメロディーは、一度聴けば頭から離れない。 初めて聞いたとき、ふと心に残るフレーズやメロディーが何度もリフレインする。そしてそのリフレインが、まるで聴覚的な魔法のように私たちを引き込むのだ。ファンが SNS でこの曲について語り合う中で、INZM の解釈が広がり、それぞれの視点からの感想や考察が生まれる。ある人は、この曲を自分自身との対話と捉え、別の人は、未来への希望を象徴していると感じる。 それぞれの解釈が、楽曲をさらに豊かにし、リスナーの心に深く刻まれていく。ここで、INZM がどのようにして制作されたのか、また、その背後にあるアーティストたちの意図に焦点を当てるのも興味深い。n o ーアンダーライン I のメンバーがどのようにしてこの曲に命を吹き込んだのか、制作過程における彼らの情熱や努力が垣間見えるだろう。特に、メロディーやリリックの細部に至るまで、 どのような思考が働いていたのか。それがわかれば、INZM という楽曲の理解がさらに深まるに違いない。このように、私たちは単なる楽曲以上のものを目の当たりにしている。INZM は、その背後に秘められたメッセージがあまりにも強烈で、多くの人々の心に響いている。そして、それは一瞬の感動ではなく、長く心に残り続けるものだ。まさに、 音楽の力が人々に与える影響を感じずにはいられない。ファンたちが SNS で、シマエナガと呼ぶ可愛いキャラクターもまた、このアルバムのリリースに伴い話題となっている。シマエナガが INZM 仕様になっているというのも、非常にユニークでファンシーンをくすぐる。彼らはこのキャラクターを通じて、さらにアルバムへの愛着を深めている。小さなディテールであっても、それがファンとのつながりを強くする要素となっているのだ。 このようなキャラクターの存在が、音楽とビジュアルの両面での体験をより豊かにし、感情的な結びつきを強めている。そして、この NO1 というアルバム全体が、どのようにしてナンンバーアンダーアダインアイというグループの歴史に刻まれていくのかを考えると、さらに興味が湧いてくる。アルバムという形式自体が、アーティストにとって非常に特別なものである。それは、単なるシングル曲の集合ではなく、 彼らの人生や経験が凝縮された作品の集大成だ。特に、初のフルアルバムという意味合いを考えると、この作品が彼らにとってどれほど重要なものであるかが伝わってくる。さらに、音楽業界全体を見渡すと、ナンバーアンダーライン愛のようなグループがどのようにして現代の音楽シーンに影響を与えているのかも興味深い。彼らのようなアーティストが新たな音楽トレンドを作り出し、ファン層を拡大していく過程は、 音楽ののの進化そのものを象徴している時代の変化に伴い、アーティストたちがどのようにして自分たちのアイデンティティを保ちながらも新しい挑戦を続けているのか。それが、No.1 リリースによってさらに強く感じられる。最後に、ファンたちがこのアルバムにどのような期待を寄せているのかにも触れておきたい。彼らにとって、No.1 は単なる音楽ではなく、 彼ら自身の人生とリンクする大切な作品だ。それは、日常の中での小さな喜びや感動を共有する手段であり、彼らを支える一つの柱となっている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが、どれほどの情熱を込めてこの作品を作り上げたのか、それがファンたちの心にどれだけ深く届いているのか。それを知ることができるのは、これからの彼らの活動を見守る中で、さらに鮮明になっていくだろう。 ノーイチのリリースを迎え、ナンンバーアンダーアダラインアイのこれからの活動がさらに注目されるのは間違いない。ファンにとっては、このアルバムがどのように進化していくのか、そのプロセスを一緒に体験できることが何よりの喜びだ。リリース当日に、THETIME で彼らのパフォーマンスやインタビューが放送されるというお知らせは、さらに興奮を引き立てるものとなった。特に、生放送という特別な形式での出演は、 視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションを生む貴重な機会だ。ファンが待ちに待った瞬間を共有し、SNS 上でその感動を分かち合う姿は、まさに現代のエンタメ文化の象徴といえる。放送が始まると、多くの視聴者はその場に釘付け気になり、ナンバーアンダーライン愛が語る言葉やステージ上でのパフォーマンスに注目した。特に、メンバーたちの自然体な会話や、楽曲制作の裏側についての話は、 多くのファンにとって新鮮だった。彼らがどのようにして、INZM のコンセプトを思いついたのか、どのような感情を込めて歌詞を書いたのか、その過程が明かされることで、楽曲に対する理解がさらに深まる。リスナーにとって、アーティストの人間性やクリエイティブな過程を知ることができる機会は非常に貴重であり、これが音楽をさらに愛する理由の一つでもある。また、このアルバムのリリースに際して、 メンバーたちが口にした、挑戦という言葉が印象的だ。初のフルアルバムを制作するというプレッシャーの中で、彼らは自分たちの限界を超え、新たな表現方法を模索し続けた。その過程で感じた葛藤や困難は、INZM のような曲に反映されており、ファンにとっても共感を呼ぶ要素となっている。特に、現代の若い世代が抱えるプレッシャーや不安をテーマにした楽曲が多いことから、 ナンバーアンダーライン愛が彼らの声を代弁しているように感じる人も少なくない。このような背景がある中で、ノーイチのリリースが持つ意味は非常に大きい。彼らのキャリアにとって、ただの通過点ではなく、大きなターニングポイントとなる作品だといえる。特に、日本の音楽シーンにおいて、フルアルバムを発表することはアーティストとしての成熟や成長を示す重要な指標だ。そのため、 ナンバーアンダーライン愛がこの瞬間をどのように迎えたのか、そしてこれからどのように進化していくのかが、今後の注目ポイントとなる。放送後、SNS では早速ファンたちが感想を投稿し、彼らのパフォーマンスに対する称賛の声が相次いだ。INZM の考察もさらに深まり、各々の,の,の解釈が広がっていく。あるファンは、この曲が持つエネルギーに感銘を受け、 自分自身の人生に照らし合わせて考えるようになったという。別のファンは、INZM のリリックが未来への希望を感じさせ、困難に立ち向かう勇気を与えてくれると語った。こうした多様な視点からの考察が、楽曲の価値をさらに高めている。また、ナンバーアンダーラインのメンバーたちがインタビューで話した、一瞬で虜になったものが何であったのか、その謎は依然として残るが。 それ自体がファンにとっては楽しみの一つだ。彼らがどのように日常生活やアートからインスピレーションを受け、創作に結びつけているのか、その裏側を知ることができるのは、アーティストの魅力の一部でもある。日々の中で何気なく感じた感動や驚きが、やがて楽曲として形を成し、世界中のリスナーに届くというプロセスを想像すると、音楽の魔法を再認識せずにはいられない。ファンとのつながりを大切にしながらも、 彼らは常に新しいい挑戦を続けているその姿勢は、若い世代にとって大きなインスピレーションを与えるものだ。ノー一チが今後どのように評価され、そして彼らがどのような道を進んでいくのかは未知数だが、間違いなくナンバーアンダーラインアイはこれからも日本の音楽シーンで強い存在感を放つだろう。そして、INZM という楽曲が、彼らのアイコン的存在として語り継がれることも予想される。 音楽は一瞬の感動を生むが、その感動は長く心に残り、時を経てさらに深まっていく。最後に、このアルバムがリリースされたことにより、多くのファンが改めて音楽の力を感じたのではないかと思う。日常の中で音楽が持つ癒しや励ましの効果を実感し、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が彼らの生活に彩りを与えているのだ。今後も 彼らがどのように音楽を通じて新たなメッセージを発信していくのか、それに注目し続けることで、私たちは彼らと共に成長していくのだろう。